なんとですね、今回は東京国税庁の現職の職員さんが給付金詐欺をしてなんかね暗号通貨の投資したかったらしいんですよで2億円詐欺ったらしいんですよね。2億円下げるんだったら別に暗号通貨買わなくてもそのまま2億円でトンズラこけばいいと思うんですけどもまあね山口県でね4,630万円こういう話題でわしゃわしゃしてる時に、まあ、その陰でね このの億円の詐欺が国税庁だ,だって国税って税金で食ってるわけでしょで給付金も減少は税金でしょでも税金20ドルじゃないかおかげで我々事業者がね審査が厳しくなって給付金もらえてないんですよ。厳しいから。どういうことだってことですよね。何やってんねんってことでこれからちょっとね電話をかけてねちょっとお叱りの声を国民の声を届きたいと思います納税者の声を。 東京国税ん国税局こんにちはどうも私あの東京で事業している観光事業をしている久保と申しますお疲れ様です実はこんな電話あまりしたくなかったんですけども国税局の職員さんがまた詐欺やってるというね一体どうなっちゃってるんですかね我々が苦しい中納税してるのにああそうですよちょっとスッとさしてください怒りますから 青木さんですか、どうも日々の業務お疲れ様でございます私たちも苦しい中事業して納税しております私観光事業やっております久保と申します特に観光事業ねもう苦しかったですよこの2年間3年間で給付金も菅総理の英断でいただけてる部分と頂けてない部分があるんですけどももう何を言いたいかもうだいぶお察しだと思うんですけども 何やってんねんってことですよ、これは。関西弁になっちゃうけど。ねえ、もう国税の皆さん、あれでしょ別に困ってないでしょ我々と違って。毎月お給料入るわけでしょしかも税金から入ってるはずなんですよ、これ。で、給付金も税金ですよ。もう我々のね、税金が重くなるに決まってるじゃないですか、こんなことしたら。なあ、なかここで言ってもしょうがないんですけど、一応ね、言うことで私、気が済みますんで。 <laughs> でしょ、まあ、こういう電話かけられないね事業者も多いんですよなんかでも電話かけてもしょうがないからねみたいな感じででしょそれ1万人の声を代表して私ちょっと言わせてもらいますまあ言うだけですけどもね別にどうこうせったらないですけどもうんそうでしょやっぱこういう事件がこの前も経済産業省でもねなんか報道されてましたけどもいやなんか悔しいっすよ 我々ちはあのま,ともにまともにやって給付金受け取れてない事業者も多い中でねこうやってね皆さん,このなんですか、ね、一番やっちゃいけない立場の人が詐欺でしかもそれを上手にやるんだったらまだしも見つかってじゃあ審査厳しくなるじゃないですかなんか我々もなんかいい面の皮ですよもう <laughs> 私たちは真面目にやってるのにもらえてないんですからもう悔しいですよもうね青木さん多分ね お気持ちは十分,お分かりいただけけてると思うんですけども、ね、だからまあそういうね悔しさがあるってことですよこの報道で,なん,かあれでしょなんかビットコインかんか買いたかったとか言って言ってくれてますけども2億円はいらないでしょ別に暗号通貨買うのにねちょっとまあ柔らかい金額にしといてもらいたいな、ね、<laughs> そういうのも変ですけどもうんまあそうなんですよ はいいやほんとに厳選に対処してもうねなんですかねクビにするんですかねクビになってもしあれ枠がいたらちょっとねあれですよ就職僕らできないですかねそこにちょっと <laughs> 真面目にやりますんで採用試験 いやでも、詐欺がするぐらいな人を採用しちゃうんだから僕ら詐欺したことないんで大丈夫でしょはいはい詐欺をしてませんかしてますかとかそんな試験ですか、はい、はい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 面接で詐欺をあなたはしますかって聞かなかったんですか 悔しい。でも多分年齢で落ちると思うんで、僕らは。そこそこ行ってますんで。そうですよ、もう。コツコツと観光事業して10期になりますよ。そこでね、生き延びてきたのに、ーなんかあれでしょ新入社員というか、若い方でしょああ、すごいな。若い方そういうのがね、こう、ひらめくんですよね。僕らそう、詐欺しようと思いつかないんじゃなかなかね。うん。いやー ちょっっと気のの迷いもあったのかももああたかしれまませんけども、まあ、でもこういうことがあると職員の皆さんもなんかついでに肩身の狭い思いをしてねうん、うん、はいだからねこれねあの結局もうお電話そろそろ終わらせてもらいましたあの事業ね仕事をね滞らしても申し訳ないんでだこういうことが重なって その付けが増税なるのはどういうことですかってことですよ。責任を取ってね、税金を軽くするか、職員さんがみんなね、もうデッチ暴行に入るつもりで、我々納税者の税金のなんか割引をするとかっていうキャンペーンをね、なんかちょっと、ね、考えるだけで考えてください。別にやらなくていいんで、無理だと思うんで。<laughs> はい。ふざけているんですけど、結構ね、あの腹渡りに言い繰り返ってるんですよ。ただ罵倒してもしょうがないんで、こうやってちょっと柔らかく苦情を伝えさせてもらいました。 はい、じゃあこれからも頑張って納税しますんで有意義に使ってください税金ははいよろしくお願いしますありがとうございますはい、ということでね面白おかしく伝えるんですけどもただまあ黙っちゃダメですよまずはね環境おじさんね環境おじさんも YouTube 出してくれてますけどもねこういう事件があるたんびに国民は見てるよってこと電話番号ありますんで 電話で知らせていくってことを積み重ねていってこれによる煽りで税金がね増税されるってのはおかしいじゃないですかってことを伝えていくとあまあそうだよねって形で職員さんは分かってくれてますから職員さんはあのやっぱり、ね、そういう意味で言うとねあの大石明子さんがあの何財務省の犬とか言ってましたけども <laughs> あの職員さんは我々がね飼い主ですから分かってくれてますからそこはね。 まあだからね、権力を持つ人にはちょっと切り込んでいかないといけないというところがありますけどね、まあ、岸田総理も広島から出てるんで、私もちょっと、肩身の狭い思いをしてるんですけどね、岸田総理、よろしくお願いしますじゃあ今日は以上です。